はい、キャプテンヤスのバイブルトークです。マタイの福音書、今日は6章の25から34まで言いますか。ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい、種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養ってくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえは、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります、ということで、はい、ここで問題です。心配という言葉は何回出てきたでしょうか。ね、心配するなということが何回も出てきますけども、これ6回かな。で、新約聖書全体で16回、この心配というのはメリムナオって言うんだけども、心配とか思い煩いね。これ16回出てくるんだけど、そのうちの6回がここに固まって出てきますと。だから、ここのタイトルというかね、もう心配するなっていうことが確かなんで、まあいいや、こういうのがね、鳴ったりもするんですけども、今、6時かな。はい、今鳴り止みましたので、ルカの福音書の10章41のところで、マルタとマリアのところでイエスがマルタに対して、マルタマルタ何を思い煩ってるんですか。あの思い煩いは、このメリムナオ、心配、そうですね。だから心配だけじゃなくて思い煩い、いろんなことを考えすぎちゃう、それをここではするなと言ってます。何を食べようか何を飲もうか、ね、何を着ようか、衣食住の心配、その時に空の鳥を見なさいというね。私このメッセージでよく言うのが、あれですよ、そのうちなんとかなるだろう、植木等の歌ね、金のないやつは俺のとこに来いと、俺もないけど心配するなって、同じことなんです、ね、見ろよ青い空白い雲ってことで、こう視点を空の鳥を見なさい。これこっから来てんのかな、こっちが先ですよね。心配するなと、ね、空の鳥見ろよと、野の花を見ろよと。でも植木等とイエス様の違いは、植木等さんはそのうちなんとかなるだろうって言うんですけど、ここでは明確な答えがあります。で、空の鳥を見なさいのこの見なさいはエンブレポって言うんだけども、ブレポ見るね、よく見なさい、観察しなさいっていう意味があります。だからちょっと見るんじゃなくて、空の鳥を、鳥のことをよく観察しなさい。そしてこのね、着るものの方ですけど、野の花がどのように育つのかよく考えなさい。これはカタマンタノって言って、固まったのって言って、これもよく考えなさい。だから簡単にちょっと見てちょっと考えなくて、もう観察しなさい。鳥を観察し、花を観察し、ね、よく見なさいと。で、この野の花が2017年野の花になってますけども、これね、ユリクリノン、ユリの花の意味なんですね。で、これ野の花何でもいいんじゃなくて、やっぱユリっていうことに意味がありますと。というのは、ユリは神様の、花というかね。ですから、これを語っている人たち、弟子たち、またユダヤ人たちは、神の民であり、神の、ね、イエス様の弟子でありという特別なね、そういう意味もここにあるんだと思います。もちろん、異邦人であっても、私たちね、同じように、この、野の花を見なさい、トラの鳥を見なさい、というふうにね、イエス様が語っていると思いますけども、一応、ユリにも意味があると。とにかく心配しなくていいと。そして33ですよ。
まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。神の国、国というのは、バシュレイヤ。だ国というよりも神様の統治、王国。王国、これ連想ゲームね。王国イコール王国の統治。ね、神様が統治する神の国と神の義。これはディカイオス、ね。義です。正義の義。神の義。それを求めなさい。この求めなさいは、ゼーテオーって言って、求め続けなさい。しかもね、熱心に求め続けなさい。ゼーテオー。ね。だらしばかしですよ。そうすれば、それらのものはすべてそれに加えて与えられます。ね。まず神の国と神の義を求めなさい。熱心に求めなさい。明日のことは心配するなと。ね。まあ、その後ちょっと苦労はその日のうちに十分ありますとか、ちょっとさらっと書いてますけども、まあ、とにかく、イエス様の、まあ、植木仁と違うところはね、植木仁さんで悪く言うわけじゃないですけども、まあ、イエス様のこの言ってることは心配するなと、ね、そのうちなんとかなるだろう、そのうちなんとかね、大丈夫だと、よく見てみろと、神様がこの鳥もこの花も養ってくれてるのに、さらに後半ではね、もう約束も与えられてます。なんで心配しなくていいかという時に、まあそのうちなんとかなるっていうじゃなくて、本当になんとかなるからと、神の国と、その義を求めれば神様がもうすべて与えてくれる、ね。そういう答えがはっきりとここに書かれています。だから心配ご無用ですね。はい。ということで、それではまた。ごきげんよう。